市、阿久根港から阿久根漁港かな今出てきて、AZ によって油入れて野菜をちょっと買って、そんなことして、和泉市の鶴を見に行こうと思います。今年もちゃんとね、来たかどうかそれを確かめたら、あ、来てるなって分かったら安心するので見てこようと思います。あと薩摩半島っていうか鹿児島での用事が、それがある用事があるってこっちへ来たんですけど、早めに10月にね、それが全て終わったので、さあどこ行くかって考えてるのが今ですね、ゆうべ候補に挙げたのが、ゆうべちょっといやこれがいいかなと思い出したのが天草ですね。天草をぐるっと一回りしてくるかと。だから長島から渡ってもいいんだけど、そうでなくて逆から行ってぐるっと回って戻ってくる、それがいいかなって考えてます。で、小さい山、登れる山があるので体力作り兼ねて、なんか行ったとこでもいいから行ってこようかなって思ってます。まあその後は阿蘇方面かな